では5分前になりましたので、参加者の、Zoom で参加されている皆様に連絡をします。発表前に、質疑の応答の説明をします。Zoom の参加者のアイコンから、手のマークがあるんですけども、それが、まあ、挙手の扱いになっております。試しに、今、挙手のボタンを押してみてください。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、下ろしていただいて結構です。それから、本日のトークテーマが、ラズパイということで、ラズベリーパイ。過去に触ったことがあるという方は、もしあれでしたら、挙手のボタンを押していただけると幸いです。はい、ありがとうございます。押していただいて結構です。それからですね、トーク中は、Zoom のチャットに質問とか感想を書いていただいて大丈夫です。YouTube で見ている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、PyConJP_1 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけて、ツイートをしてみてください。はい、それでは、3分前になりました。はい、それでは、これから、中野豊さんの発表を始めます。タイトルは、ラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出です。発表時間は、質疑を含んで、15分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。読み上げ事項を読み上げていただいてもよろしいでしょうか。はい。私の名前は中野豊です。発表のタイトルはラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。すでにコンパスに上がってますので、ぜひご覧ください。はい、発表中の写真撮影に同意します。はい、PyConJP の行動規範に同意します。はい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと音声確認します。ちょっと今 YouTube の方の音声を確認しています。YouTube の方音声大丈夫でしょうか。YouTube の方が大丈夫でしょう。
大丈夫、音声大丈夫でしょうか。なんか聞こえてるようにも見えるんですけど、どうでしょうか。スライド、じゃあ画面共有していただいても大丈夫ですか。はい。はい。画面共有大丈夫です。大丈夫ですか。あ、はい、私は大丈夫なんですけど、始めても大丈夫でしょうか。はい、ちょっと最終確認されます。音声の方大丈夫ですか。 YouTube の方は聞こえてますか。はい、あ、 YouTube 大丈夫です。じゃあ始めますか。はい、それでは中野豊さんを拍手でお迎えください。それでは発表お願いします。はい、本日はラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出というタイトルで話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず自己紹介をさせてください。写真のこちら側がラズベリーパイ 3B という今回使ったコンピューターと、あとこちらがカメラです。名刺サイズで、Linux が動きます。以降はこれのことをラズパイと呼びます。右側が私の名刺です。普段はスーパーシップという会社で全文検索の開発やログデータ、地理データの集計分析などを行っております。今回やりたかったことは、このラズパイでヨロのようなバウンディングボックスディテクションをしたいということです。でちょっと他の方が作ったものなんで直接お見せしないんですけれども、映像のどこに何が映っているかを検出して、その周りを四角く囲ってラベルをつけるというものです。ラズパイでの物体検出について調べてみると、ラズパイはすごく非力なので、軽量な検出器を使った場合でも本体だけだとコマ送り 2fps とかがやっとで、リアルタイム処理をした場合は USB でアクセラレーターを追加するというのが一般的でした。なので今回は、CPU だけでそれができるものを作りました。やったこととしては、こちらの Mac で動画を再生してこちらに映します。それをラズベリーパイにつないだカメラで撮影して、ラズパイ本体で処理をして、こちらのディスプレイに検出結果をすぐに表示します。でその様子をこちらのスマホで撮るということをやっています。正面から見るとこんな感じでカメラがついていて、本体にはマウスとキーボードしか刺さってないという状態です。こちらをご覧ください。赤が乗り物、緑が動物、青が人というので囲われています。こちらが検出結果で、こちらが、見ているラズパイが見ている動画です。
ちょくちょく間違えたりはするんですけれども、まあまあそれなりに検出できていて、かつ割とリアルタイムに処理ができているのかなと思います。ちょっと密集してくると辛いところはありますが。はい。今回はこちらをどう作ってきたかについて、検出機の作成、実行環境の整備、この2つの観点からご紹介します。まず検出機の作成についてご紹介します。考え方としては、CNN を使った物体検出機を思いっきり軽量化しよう。軽量化のために、人、動物、乗り物の3種類だけ検出できればよし、精度は実用加減ギリギリまで下げて OK というふうにしました。CNN を使った物体検出機はいくつかあるので、代表的なものをご紹介します。大きく分けると、2ステージディテクターと1ステージディテクターに、すごく大雑把に分けると分けられると考えています。2ステージディテクターは画像を見て、まず何かありそうなところを特定して、その各場所に対して分類を行うことで、この場所に何かがあるということを特定するものです。2回処理をするので精度は高いんですけれども、処理には時間がかかる傾向があります。それに対して1ステージディテクターでは、1回 CNN を通すだけで物体の位置の特定と分類を同時に行います。こちらは先ほど紹介したヨロの最初のバージョンの仕組みなんですけれども、画像を CNN に通すと 7×7 ×いくつかの行列が出てきます。でそのうちこの赤い部分に着目してみると、元の画像を 7×7 に割ったとき、ここの対応する位置に、XY の位置に幅 W 高さ H のバウンディングボックスが確率 P で存在する。そしてその各クラスの確率は何であるといったようなことが行列で出てきます。行列で出てくるように、一発でこれが出てくるように複合誤差を設定して学習させるということをやっています。こちらは処理時間は短いんですけれども、小さい物体の検出が苦手な傾向にあります。続いて SSD というものをご紹介します。これは先ほどのヨロと同様に、一回 CNN を通すだけで検出と、物体の位置の検出と分類を行います。ただ、複数の層を、小さい物体は手前の層で、大きい物体は奥の層で検出することで精度を上げています。最近の検出機はこの発展系が多いように見えていて、ヨロもバージョン3からはこちらの複数の層を使うという考え方をしています。なんですけれども、今回私が作ったものは時代に逆行していて、ヨロをさらに簡素化したような実装になっています。バウンディングボックスは1つしか出力しないし、層は1つしか使わないという感じになっています。なぜこのようにしたかというと、CNN のパラメータが少なすぎて、複雑なことをしても学習ができないということが起こったからです。ヨロの V3 とか、あとは軽量と言われているモバイルネットと比べても桁が違うぐらい、今回パラメータが少ないので、簡単な学習をさせるしかなかったということで、このような構成になっています。それから、この表現力の低い CNN で学習をさせるにあたって学習上の工夫をいくつか行っています。まず一つ目は無理はさせないということです。すべての問題を完全に正解しなさいというと、何もわからなくなってしまうので、せめて例えばこの図であれば、ここの人の中心の位置がここにあるので、ここのセルだけが人と判定されるべきなんですけれども、ここは近いから人と判定されてしまっても仕方がない。ただ、この辺の全然関係ないところを人と判定するのだけはやめてくださいというふうに学習をさせます。次に適応的バッチサイズというものを導入しています。これは学習中にミニバッチサイズを上げることで学習速度が上がるということはすでに示されて知られていることなんですけれども、どのタイミングでバッチサイズを上げたらいいかというのが論文を読んだだけでは分からなかったので、バリデーションロスの改善が停滞したら、バッチサイズを勝手に4倍にするように実装して放置してみました。こちらがその結果で、細い線が固定のバッチサイズで学習させた場合、で太い線が途中でバッチサイズを変えた場合の
バリデーションロスの推移を示しています。この緑の自動的に下げるっていうのが最終的には一番低いところに割と早い段階で到達しているということがわかります。少しの差なんですけれども、まあ、少し良いので採用しています。3つ目は繰り返し転移学習というものです。一般的に本当に得たいデータセットの本当に学習させたいデータセットの前に他のデータセットを学習させて基礎トレーニングを行っておくという転移学習はよく行われていると思うんですけれども、今回 ABABAB のように一旦実際にやりたいデータセットで学習させて他のを学習させてまた戻ってくるということをすることでほんの少しだけ性能が良くなるということが分かりました。でそれを示しているのがこちらで、転移学習をやらないよりもやった方が、1回だけやるよりも戻ってきた方が、ロスが小さいということが示されています。でこれもまあ焼け石に水という感じなんですけれども、まあ、何しろ表現力が低いので待ちりつもで頑張るということになっています。続いて実行環境の整備についてご説明します。まずハードウェアの準備としては、ラズパイ 3B を USB の電源容量と、あとは熱を持つとクロックが下がってしまうのでヒートシンクに気を使って準備します。それからディスプレイの解像度はフル HD だと描画負荷が高いので、ちょっと解像度を落として表示させます。で可能であればラズベリーパイカメラを使って USB よりもラズベリーパイカメラを使った方が FPS が少しだけ高いです。でこれを、カメラから撮ってきた画像をマルチプロセッシングの Q でチェイナーを使ったオブジェクト検出ワーカーに渡して、でそれを検出した結果をまたマルチプロセッシング Q で戻してディスプレイに描画をするというのを最初は作っていました。でこれが Python 3.7 で実装していて 4.4fps 遅延が 1.5 秒ぐらいという感じでした。でこれだとちょっと検出が遅いということで、チェイナーに変えてオニキスランタイムというのを導入することにしました。まずオニキスというのは機械学習モデル、主にニューラルネットワークのモデルをさまざまなフレームワーク間で交換するための標準的なフォーマットのことです。オニキスランタイムというのはオニキスで保存されたモデルを使って高速な推論を行うライブラリです。 Python と C++ のライブラリがあります。サーバーの場合は pip インストールで簡単に入るんですけれども、 ARM32bit の場合は8時間かけて自分でコンパイルする必要があります。なのでラズパイ用にビルドしたものを GitHub で公開しているので、皆さんぜひ使ってみてください。続いてシェアードメモリーを使いたかったので Python 3.8 を導入します。プロポーザルには 3.7 から 3.8 にしただけで速くなりましたと書いてしまったんですけれども、ちゃんと測ってみると計測ミスでした。ごめんなさい。よくプロセス間のデータ受け渡しに使うのはマルチプロセッシングの Q だと思います。私もよく使ってます。非常に簡単で便利なんですけれども、ピックルでバイト列を作ってそれをコピーするという実装のため速度的には微妙なものです。それに対して Python 3.8 からマルチプロセッシングモジュールに追加されたシェアードメモリーだと複数プロセスから直接メモリを読み書きできます。ピックルを返さないので Q よりは早いです。制約が多くて使いどころが結構限られるんですが、今回は固定サイズの NumPy 配列を渡すという用途だったのでたまたま使うことができました。で実際にはシェアードメモリーだけだといつ読んでいつ書いたらいいかわからないので、マルチプロセッシングの Q と併用してデータを書いたら書いたよということを通知する。で、データを読んだら読んだよということを通知するといった形で、タイミングを制御しています。で、こちらが横軸がデータサイズで、縦軸がデータを1件送るのにかかる時間なんですけれども、データが大きくなってくると、マルチプロセッシング Q だとどんどん処理時間が伸びてしまうんですけれども、シェアードメモリーを併用する場合は、データが小さいときは、まあ、Q の操作回数が多いんで遅いんですが、データが大きくなっていっても、それほど処理時間が悪化しないので、
入力画像のような大きいデータに対してはシェアドメモリを使って、出力結果のような小さい結果に対してはこれまで通り Q を使って、あとは、データを受ける側と送る側が同じプロセス内のスレッドで分かれている場合は Q モジュールの Q を使うというのが良いということが分かりました。これらをすべて導入していった結果、Python 3.8 でこちらを実装して 11.0fps 遅延が 0.4 秒というところまで速度を上げることができました。以上です。時間が少ないので、このまま Q&A に行きたいと思っております。はい、発表ありがとうございました。それではちょっと質疑を時間に設けたいと思います。質問がある方はですね、Zoom の挙手の機能を使って質問をお願いします。また、チャットに書いていただければ、こちらで代読することも可能です。あ、いますね。それではですね、表示名、三浦幸喜さん、ミュートの解除をしますので、直接質問できるようにします。少々お待ちください。じゃあ今ミュートが解除されましたので直接お話しして質問をお願いします。聞こえますか？はい、聞こえてます。 ありがとうございます。はい、発表ありがとうございました。オニクスっていうのは、まあたまによく聞くんですけど、まあいわゆる、まあ他のフレームワーク、あのディープラーニングのライブラリーからそう、モデルを変換するということだったりする。そうすると、今回の場合だと、チェイナーからオニックス経由で、どのモデルに変換したということでなりますかね。今回はチェイナーからオニキスのモデルを作って、はい、そのオニキスのモデルを、例えば PyTorch とかに持っていかずに、直接オニキスのまま実行することにしてます。でその直接オニキスのまま実行できるのがこちらのオニキスランタイムというライブラリーに なります。あ、なるほど。あ、すいません、ちょっとその辺がちょっと見ようとしてたので、ちょっと気になったところです。ちょっと駆け足だったので、はい、すいません。はい、じゃあそうするとオニキスランタイムのモデルのまんまでもじゃあ走らせることは大丈夫ってことなんですね。はい、わかりました。じゃあちょっと今後僕もラズベリーパイ触っているので参考にさせてもらえればと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうちょっと時間なので、これでですね、トークの方を終了させていただきます。参加者の方、発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。